家塾の子でございます。特別定額給付金のことはちょっとね脇に置いとくとして、その GoTo キャンペーンでありますよね。この GoTo キャンペーンがどうも全国的にまあウイルス感染症をねこう広めてるんではないかなっていうふうな見方もあるというか、それしかないと思うんですよね。まあこれで菅総理が GoTo キャンペーンの扱いをめぐりジレンマに陥っているということでね、記事がありますので、ちょっとこちらの方を読んでみようかと思います。いやでもね、これ誰でもわかることだと思うんですけどもね、菅政権 GoTo 対応でジレンマ、コロナ第3波難しい判断ということですよね。まあ第3波って書いてますけども、政府としては第2波も第3波も認めていないと。要するにこれね、何をもって第2波とするか、何をもって第3波とするかがわからないため、何とも言えないっていうことをね、繰り返し言ってるんですけども、それを決めるのがあなたでしょうって感じですよね。ちょっと前ですけども、反社会勢力は定義がわからないので、それに当たるかどうかわからないみたいなことをね、桜を見る会でなんか言ってましたけども、反社会勢力の定義を決めたのはあなたでしょうと。で、それをどうですかって聞かれたら、いや、ちょっと、はい、反社会勢力ってのはね、わかんないからね。その時々によって変わるから、みたいなことを言ってね。いわゆる、これ、小川淳也議員の言葉を書いて言えば、ゴールポストが動くんですよ、いつも。なんか基準値を設けて、その基準をオーバーしたら、基準をね、動かしてね、緩和して、いや、まだ大丈夫です、みたいなことを言ってるわけなんですよね。いや、これでだからね、当てにならないというか、で、改ざんとか隠蔽とか、そういうのはね、ずっとこの、自民党の、お手芸ですけども、今回ねゴールポストを動かすと、基準をオーバーしたら基準値を動かして、あまだ基準外ですっていう風なね、このめちゃくちゃなことがあるかってことなんですよ。さあ記事の方読んでいきますよ。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、菅政権が需要喚起策 GoTo キャンペーンの扱いをめぐりジレンマに陥ってるって言いますけども、いや GoTo キャンペーンは別にやめればいいじゃないですか。また後でやればいいんですよ。で、需要喚起策っていうんだったら、別にこんなことね、まどろっこしい人を動かして、どうこうやるんじゃなくって、もう今ね、感染拡大してるわけですから、やっぱり日本で、いろいろとね、騒がれて、もう1年近くになるんですけども、今最大の感染期ですよ。うん。だからこの時に、野放しにしてちゃいけないんですよね。野放しっていうとちょっと言い方悪いですけども、国民を必要最小限の動きに留めないといけないんですよ。で、この GoTo キャンペーンなんていわゆるビジネスで移動してるわけじゃなくて、基本的にはレジャーで移動してるわけですよね。もちろんそれを受け入れる旅行業者とか観光業の方ってのは一生懸命働いてますよ。でもそういった働くことと旅をすること、レジャーで旅行することをダブルで危険にさらしてるわけですから、こんなことをね早くやめさせないといけないわけですよ。なんか2500万人ぐらいこれ使ってるらしいですよね。ってことは日本人口の4分の1がうようよ、北は北海道から南は沖縄まで動いてるわけじゃないですか。その挙句もう医療機関はね、真面目に働いている医療機関の方はパンパンになっちゃったりとかしてるところもあるわけじゃないですか。しかもなぜか知らないけどボーナスカットとかね、経営が立ち行かなくなって、もうなんか看護師さんとか辞めちゃうみたいなことがあったりとかね、もう何一つ取っていいことがないわけですよ。これ誰のせいなんだって言ったら、この GoTo キャンペーンをやっている自民党のせいでもあるし、それをねなんかあれでしょ、 GoTo キャンペーンを言い出した人に忖度してやめましょうって誰一人言えない、このね忖度政治で、忖度の犠牲者はやっぱり国民なわけですよ。だからこれシンプルにね、 GoTo キャンペーンを延期してやめてですね、また来年とか再来年とか5年後とかやればいいわけですよ、どうしてもやりたかったら。でその代わりここには財政出動ですよね。国債を、15兆円とか30兆円とか切って国民に、定期的な給付をするんですよ。毎月10万円を全国民に配っていっても、2年3年どうってことないわけですよね。しかも、この毎月10万を給付することによって、今度はね、供給の方が、こう、追いついてきて、インフレ率が 1.7% から 1.4%、1.5% って、やっぱりね、落ちてくるんですよね。ピークアウトするわけなんですよ。ということは、もうね、皆さんが望んでいた、ね、この、安倍総理とかね、菅政権が望んでいた、インフレ率 2% に行くわけですよ。この単純な仕組みがね、もうなんか分かってんだか分かってないんだかね、もうちんぷんかんぷんなわけですよね。まあとにかくね、ちょっとこう記事の方また戻っていきますけども、感染防止を優先してキャンペーンを中止すれば、経済再生の打撃になりかねないとの懸念があるためだ。ね、今、経済を優先するのか、生命を優先するのかって考えたら、生命の方じゃないですかね。生きてこそのものだねですから、
みんなでね、元気に生き延びて、それからまたビジネスすればいいじゃないですか。それまでは財政出動して、国のね、国民のお財布を持たせて、国民の暮らしを守っていく、国民のこの企業を守ってね、いつでも V 字回復できるように温存しとけばいいわけですよ。でも今ね、もう、あれですよ、下手に動いて、人を働かせちゃうと、医療機関は崩壊するし、会社ではね、クラスターが起きて、もう出勤できないとかね、消毒作業が必要だとか言ってね、そう、めちゃくちゃになるわけですよ。で、今、家庭内感染が、そのクラスターのナンバーワンなわけですよ。ってことは、ステイホームすらできないってどうすればいいんだってことですよね。緊急事態宣言や GoTo キャンペーンの見直しは専門家も現時点でそのような状況にはないとの認識を示しているってことは、これもね、専門家でも何でもないんですよ。おじさんがなんかね、どっかで井戸端会議していて、噂話をしてるようなもんなんですよ。これきちんとした根拠を持ってね、解析していけば、現時点でそのような状況にはないという認識が間違いってことがわかるはずなんですよ。これ、国民のどなたもね、分かってますよね。だから結局ね、なんかこう、一度決めたことを、諸子貫徹かどうかわかんないですけども、それ変更するってことができないんですよね、これ。だからもう、自分の非を認めることができないから、突っ走っちゃうみたいな。で、帳面上は、帳尻が合うけども、まあ、国民は全員もうね、瀕死というね、もうめちゃくちゃなわけですよ。高みの見物なんですかね、やっぱり。こういう時はね、やっぱり私思うんですけど、公務員さんがもうね、ストライキをした方がいいんですよ。ね、区役所とか市役所とか、県庁とか、みんなでね、ストライキして、もう政権の言うこと聞けないっすよ、みたいなこと言ってね。だからそれをね、やっぱ公務員さんもちょっと悪いこと言いますけども、国民が苦しむのは、自分たちには関係ねえみたいなことやってるからなんですよね。で、ここでちょっとね、一つ言葉を引用して言わせてもらいますけど、こんな言葉が昔あったんですよ。ある侵略者がやってきた。まず侵略者は、有色人種に向かって銃を撃った。ね。私は有色人種ではなかったので、声を上げなかった。次は、女性や子供に侵略者は銃を向けた。私は男性だったので、声を上げなかった。最後に侵略者は私に向かって銃を向けた。もう声を上げる者はいなかった。ね。なんか、あれでしょ？だから、対岸の火事だと思っていたら、だん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 包囲網は自分に向かってくるってことなんですよ。だから、ね、今そんな感じなんじゃないかなと思うんですよね。まずは、いわゆる社会的弱者を見殺しにして、その次に浮き出てきた中級層をね、見殺しにして、最後は自分たちの部下である公務員すら、見殺しにしかねないですよ。実際、あれでしょ、森友問題で、未だに、あれでしょ、再検査しないとか言ってね、お亡くなりになった方に、すごく侮辱的な対応をしているのが、財務省の正体じゃないですか。恐ろしいですよね。だからね、この、権力者っていうのは、こういうふうな、なんか優しそうなおじさんの顔してますけども、狼っていうのは羊の顔をしてやってくるってね、聖書にも書いてあるわけですよ。だから巧妙に羊に紛れて狼っていうのは近づいてくるというね。で、喉元をガブッとやるわけですよ。怖いですね。もう本当はどうなんでしょうね。本当は何を考えてるのか、この程度のことしか考えられないのか、専門家と言われる人がこれほどね、幼稚園児みたいなことやってるのか、それとも何か緻密な計算のもと、自分たちが利権を確保するために犠牲をね、必要としてるのか、どうなんでしょうね。はい。一連のキャンペーンは首相が、官房長官時代に展開した、なんか、肝入りの政策。だから肝入りが、だからダメだったってことを認めた方がいいですよね。さらに肝入りを作ればいいじゃないですか。もう国民に称賛されて、みんなが良かった良かったとみたいなことになれば、結果的にはね、やっぱこう評価上がるわけですよ。だから小手先のことをね、なんとか帳尻合わせようと思ってゴリ押しするんではなくって、もっと懐広く構えてほしいですよね。効果には手応えを感じておりっていうね。それは旅費を補助するんだから、こんなね、簡単な方法はね、これこそ幼稚園なんですよ。もっと頭を使って、全体的にうまくいくような方法をね、考えられるのかってことなんですよ。旅行する人に旅費の半分出しますって言ったら、それはね、効果があるに決まってるじゃないですか、こんな。手応えを感じ取りってか、やる前からそんなこと分かってるじゃないですか。なんかこんなね、低レベルなことで、効果には手応えを感じ取りとか言って。いや、こういうことだからね、もう国民はどんどん犠牲になっていくわけですよ。今日こうしてる間にもね、今日首をくくろうか、明日にしようか、みたいな方がいるわけですよね。切実ですよ、私の動画のコメントに並ぶのは。これをね、自民党の事務所に持っていって突きつけたいですからね。もう実際そうしますからね。これは、今、政権を持っている与党の仕業ですよ、と。自民党が、間接的にあなた方もね、これに加担してるんですよ、と。自分たちを、こうね、
国政に送り込んでくれた恩人に対してこれはないんじゃないですかとかね、やっぱこう言っていかないといけないかなと私は思ってますね。7日に地元横浜市で開かれた会合に出席した際は GoTo で旅行、飲食、演劇やコンサート、商店街のイベントを応援していくと強調。もうね、飲食店はもうお金を配る、飲食店営業は無理にしなくていいですよと、演劇やコンサートやらなくてもお金配りますよ、それでいいじゃないですか、商店街のイベントを応援していく、応援するんだったら金を配って、皆さん今は休んでくださいが最高のあれでしょ、応援でしょ、なんかリスクを抱えながら働けと、感染は広めるな、金は払わねえみたいなね、そんな応援あるかって言うんですよ、本当に。それこそね、応援団でもね、チアガールでももっとね、喜ばれてますよ。もう最悪の応援をするんだよ。まあ、助かってる人もいるのかもしれませんけどね。十分な感染症対策を講じれば、移動で、これは自信を示したって、広まってるじゃないかってことなんですよ。これ何？感染症広がったのは、政府の指示が悪いんではなくて、国民が間抜けだからってことですかね。で、結局ね、全部ね、お前らのせいだっていうね、こう、何が自助、公助だって話ですよ。何が絆だって話ですよ。傷物にしやがってみたいなね。はい、GoTo クラベルは7月にスタート、その後に東京発着分も加わり、地方の観光業者らは、旅行客さらに戻ることを期待している。ここでキャンペーンを中止すれば混乱が生じるのは必至。バカ、キャンペーンを続行してるから混乱が生じてるんでしょと。できるだけ継続したいのが政権の本音。そう。政権の本音なんですよ。ね。旅行業者は、お金さえ入れば今はね、もうそれはじっとしてた方がいいんですよ。スタッフさんも無理やり出勤させたりとかね。密にならないようにバスをスカンスカンで運転させたりとか、本当にどこもかしこも無茶苦茶をやってるわけですよね。折しも東京オリンピック IOC のバッハ会長が15日に来日する。このタイミングで厳しい措置に踏み切れば、まあ、来夏の、東京五輪パラリンピック開催に向けて悪印象っていうか、こんなオリンピックなんてできるわけないじゃないですか。どこの国が来るんですか、大体。で、今ね、代表選手を決めてる国ってあるんですか？オリンピックって、誰が出るかを各国決めないといけないんですよ。そのために予選をしないといけないんですけども、予選なんてどこの国もやってないんじゃないですか？で、誰が来るんですか、一体。で、来たところで、どこに泊まるんですかって、何をするんですかって話ですよね。まあ、これね、だから東京オリンピックの、しまった。IOC にしてもね、日本オリンピック委員会にしても、あれでしょ？中止ですよって言ったら、次の月から給料出ないから、伸ばしにして黙ってるだけでしょ。で、もう結論出てるんですよ。で、オリンピック委員会なんて今やることないはずですからね。ぼーっと鼻くそをじって新聞でも読んで、5時になったら帰るみたいなことやって、月に200万もらってるんじゃないかなと思いますけどね。もうどういう金の使い方をしてるんだってことですよ。ただキャンペーン継続はさらなる感染拡大のリスクを払うも当たり前だって。13日は全国で1日あたり過去最多のコロナ感染者を確認。うん、大阪府や長野県などで最多を更新し、ここに来て第3波と考えていいという感染状況になっている。第2波はどうしたんですかね？第2波。ね。で、しかもね、政府が第2波、第3波って言わないから、もうね、医師会の方がね、もう言っちゃいましたよ、フライングして。まあそうなりますよね。うん、観光地で知られる北海道リジルトの飲食店では、道内の離島で初めてなるクラスターが発生するなど、大規模な人の移動が各地に感染を広げている可能性もある。っていうか、それしかないでしょうと。ね、こんなね、本当は移動なんて控えて、不要不急の時期に GoTo キャンペーン続行するから、うん。ね、GoTo キャンペーンどんどん今キャンセルになってますよ。うん。そんなね、人に迷惑かけてまで旅を楽しめるぐらい図太い人間はそんなにいないですからね。うん。で、行く方も持って帰ったらどうしようみたいなことがありますからね。うん。だからなかなかできないんじゃないですか。うん、こうした中、この一週間で政府のコロナ対策本部が開かれたのはわずか1回。ね、サボってるんですよ。首相の記者会見も行われていないと。政府分科会の尾身会長は感染者が急増する状況を示すステージ3に当たると判断した場合、キャンペーンを中止すべきだと指摘しているということですけども、ステージ3に当たらないって言い張るわけでしょ、これが。うん。政権の対応が後手に回っているよ。もう回ってるよ、とっくに。国民の批判は強まっているよ、とっくに。菅官房長官当時、危機管理に強いと、評された。首相、政権発足から間もなく2ヶ月で早くも試練が訪れるというよりも、首相失格ですね。ちょっと無責任すぎるんじゃないですかね。うん。やっぱこれはないと思いますよ。何から何までダメ。うん。こういうことではね、本当ね、もっとまともな人自民党いないんですかね。うん。かといって、
ね、立憲民主党ももう数のうちに入んないですしね、これも仕方ないんですかね、うん、どの最悪を選ぶかってことですね、結局どの地獄を選ぶかってことを我々に残されている最後の選択肢なのかなと思いますけどね、笑ってる場合じゃないですけども、国民一律給付、うん、これは随分前のことになりますね、うん、いや、ということでね、なかなか、記事を読むと愚痴ばかり出る私でございました。皆さんはどうですかね、うん、やっぱその通りだと。うん、菅政権頑張ってるなっていうふうな好意的な方もいらっしゃると思いますけども、私はね、どうひいき目に見ても、このありさまは何だということですよ。うん、まあ確かにね、死者数ですとか重篤者数が爆発的に増えていることではなくて、感染者が増えているっていうレベルですけども、うん、やっぱり国民が不安をね、ものすごく大きく感じていらっしゃる。その中で、この放置っていうのはね、さらなる不信と不安を招きかねないんじゃないかなと思います。まあ、隠居してね、家から全く出ない私は、うん、危険度があまりないかなと言えばそうなんですけども、だからこそ余計に思うんですけども、こういう状況の中でもね、食料を店頭に並べてくださったりとか、トラックドライバーさんがね、頑張って、日本のこの流通を支えてくれたりとかしてるわけですよ。だから、まあ私みたいなのがね、こうやってステイホームできているところもありますし、家の中にいるところもあるんで、本当に私ね、なんかこう、発信すること、まあ言うばっかりかって言われますけども、発信することによって、何かね、気づきですとか、手法ですとか、情報ってものが、なんかね、行き渡ればいいなと思ってるんですよ。うん、まあとりあえず私はね、社会に出ない方が皆さんのためだと思いますので、こうやってね、家から一歩も出ずに、YouTube を持って放送するに留めておきますけども、うん、まあでもね、世の中には、社会に出て、たくさんの価値をね、いろんな方に届けたりとか、サービスで人を助けたりとかっていうね、そういうふうな私とは違った、もう崇高な方ばかりなんで、そういう方がね、安心して働いて、安心して休めるように、これは国の制度をしっかりとね、固めてほしいなと思いますし、第2波、第3波とかね、曖昧にするんではなくって、やっぱ現実はリアルですから、現実はリアル当たり前だけども、日々ね、やっぱ生きて人は動いて、そして次の世代を作ろうとするわけですよ。これね、菅政権は国民の生活を邪魔してるだけで何一ついいことがないなっていうことですよね。うん。皆さんどういうふうにお感じでしょうか。もう本当にね、苛立ちが募るばかりでございます。それではね、明日も私、町内会の方がありますので、そちらの方に行ってね、まあ少なくとも、力を出していこうかなと思います。私なんてビビたるものですけどね。それでは本日は以上です。ありがとうございました。